人形石は1959年に発表された新鉱物で旧原子燃料校社の工渉学者、武藤忠史などにより、鳥取県の人形峠から発見された。化学組成は22.1から 2H2O で、脳型小形。臨海ウラン鉱と異なり、含まれるウランはウラニルイオンにならない。産出地の地名から命名された。通常は黒色。 すす状の粉末で産出するため、物質としての構造は現在も未確定である。臨海ウラン鉱より強い放射能を持つ。山陽新聞社発行の岡山県大百科事典では人形石としているが、我が国の鉱物学会の一般的な認識としては、ザクロ石など古くから呼び習わされている一部の例外を除いて、鉱物名の日本語の発音は石を用いることとしている。 人形石も、例えば、日本最高物の最も権威ある記述誌である、松原荘、宮脇律郎著、日本産鉱物型6、東海大学出版会、2006年、では、に、人形石、と発音されている。ムト、ティエトール、人形いて、A ニューヨーロニスホスフェートミネラルフロムジャパン、アメール、ミネラル、44,633から650。 ありがとうございます。